AZUL 広報が語るジェンダーレスモデル起用の波紋と容姿批判の真相。ファッションブランドアズールバイマウジーとメアリークワンとのコラボで、YouTuber のトーアさんがモデルに起用されました。 SNS では賛否両論があり、容姿批判も見られますが、ブランド側はファッションは自由として支持しています。みんなの反応。起用するのは自由だけど、顧客の意見も自由だよね。誹謗中傷はダメだけど、似合ってないとかマーケティング失敗って意見は違うし、ジェンダーレスならその魅力を引き出す商品を期待したい。マウジーのローライズデニムで青春を過ごした私たちおばさん向けのサイズ感の服と同世代のモデルを使ってほしいな。昨今の主義を盾に批判を許さない風潮には疑問を感じます。生まれ持った性別よりもその人らしくありたいという考えは尊重すべきですが、それに共感できない人の考えも間違っているわけではありません。100人いれば100通りの思想があり、それぞれが尊重されるべきです。ブランドの古参ファンがブランドコンセプトに合わないと感じて批判するのも理解できます。ジェンダーレスモデルへの批判を残念に思いますと表明するブランド側に対して、私は残念に思います。批判や意見はあってもいいけど、容姿の誹謗中傷は犯人を探して対応すればいいだけで、公にコメントすることじゃないと思う。モデルさんがかわいそう。その人、男性らしい骨格だけど、メイクと髪型で可愛くしてる。これが今のマリクワの狙いなんだね。アズールのファンです。服が良ければ買うけど、モデルさんによって服がよく見えることもあるよね。今回はコラボだからか購買意欲が湧かないけど、モデルさんが違えば買ってたかも。トーアちゃん、どんどん可愛くなってるし、マリクワも似合ってるよ。ジェンダーレスや多様性に関わりすぎると無理が見えることがある。世界観を大事にすべきだった。女性服なら女性モデルが着た方がシルエットが分かりやすいと思う。ジェンダーレス服なら問題ないけどね。誹謗中傷する人が悪いけど、それを予想せずに企画を進めた会社にも責任があるんじゃない。ひろゆきさんは納得できずに海外逃亡したけど、世論の支持は得られてないよね。ブランドのやり方がうまくないって批判が多いみたい。顧客の意見として企業は聞くべきだし、ファッションはイメージ戦略だから、受け入れられないなら改めるべきだよね。これを見てほしいって思う人が多ければ成功だし、ないわって思う人が多ければ失敗ってこと。骨格が男性だから参考にならないって言うけど、女性でも平均より背が高くて痩せてるモデルの写真見ても参考にならないよね。モデルは参考のためじゃなくて、素敵と思えるかどうかが大事だと思う。売れてるから結果が全てだと思う。コラボ商品が好みじゃないなら買わなければいいし、今後ずっと専属モデルをやるわけでもない。自分の推しテラが好みじゃないブランドとコラボしても、スルーして買わなければいいだけ。文句言う必要はないし、そのコラボ型の人には刺さって新たなファンが増えるかもしれない。企業のマーケティングミスで、ブランドイメージと顧客層を読み違えたんだと思う。広報は受け手がどう感じるかを考えるべき。トーアさんは名前と顔くらいしか知らないけど、モデルの話が来たら嬉しいし、受けるのも理解できる。彼に落ち度はないよ。ジェンダーレスな服なら、男女どちらもモデルにすればいいと思うけど、ユニセックスと同じ意味になるかもね。でも、ターゲットが女性なら、やっぱり女性の体を持った人じゃないと参考にならないよね。内面は服のシルエットに影響しないし、どんなに華奢な男性でも手首や足首が太くて、お尻が小さいから首でもあまりない。だから、女性らしい体と男性らしい体があるのは事実で、批判が起きても仕方ないと思う。また、企業の理念やポリシーに反する人物なら、似合わないというのも許されるかもしれないけど、服が似合わないというのは個人の主観で抽象になるかもね。それにしても、ジェンダーレスとか性別がないっていう人の見た目が、どう見ても女性寄りな人ばかりなのはなんでだろう。それって本当にジェンダーレスなの？女性じゃないの？と疑問に思うよ。企業が差別を意識しすぎて逆に性差を差別してる気がする。女性向けは女性向け、男性向けは男性向けでいいんじゃない？差別じゃなくて区別だよね。アズールとマリー君とのコラボも、かっこよくて可愛いモデルにすればよかったのに。登録者数が多くても、実際に見てる人は少ないかもね。売り上げが上がるのは良いことだけど、海外の女性ファッションブランドがジェンダーや人種、体型に寛容すぎる広告をして売り上げが激減した例もある。ポリコレが経営的に正しいとは限らないから、商売として売ることが大事だよね。アパレルの広告はターゲット層に刺さるビジュアルが重要です。この広告はブランドより個人を強調していて、ジェンダーレスモデルの見せ方がいまいちでした。自分はその主義の人が好きだけど、既存の顧客ニーズを無視してまでモデルにするのは違うと思うんだよね。
モデルってこんな風になりたいって理想の投影だと思うんだけど、今まで大事にしてきた女性たちが骨格からして違う人に理想を抱けるかっていうと微妙だよね。既存客だけ追い求めても先細りするし、挑戦的な姿勢はいいと思うけど、既存客を無視するような宣伝はマイナスイメージになるんじゃないかな。好きなブランドが反日的な発言をする外国籍の女優を起用したせいで二度と買わなくなった。服は良いけど、思想が違う人を使われると同じ思想と思われるのが嫌だから、無名モデルが頻繁に変わる方が嬉しい。性別にとらわれないって言ってるのに胸を強調するのは矛盾してると思う。ジェンダーレスって男性が女性の服を着たり女性が男性の服を着たりすることだと思うんだけど、あれだと結局女性の体じゃないと着れないってメッセージになるよね。男性と女性の骨格は違うから通販で服を買うときに困ることがあるよね。特に店舗に行けない人にはギャンブルみたいになる。今回はトアさんには合わなかったんだと思う。結果的には売れたもん勝ちで、話題になったもん勝ち。ファンが持論を述べるのも自由だし、ブランド側がどう企画するかも自由。参考にならない人には何を提案しても無駄で、現状維持を求めるだけ。商売を続けるには変化と起点が必要だよ。ジェンダーレスモデルを起用する必要があるのか疑問です。服もジェンダーレスに見えないし、メインターゲットは女性ですから、顧客が求めていないやり方だと思います。トアさんが好きです。面白くて明るいから、ブランドが選んだならそれで成功だと思います。消費者がどう受け取るかは自由で、感想を述べるのは良いことです。ブランド側はそれを受けてさらに頑張ればいいし、トアさんも最善を尽くしているので傷つく必要はないです。これからも活躍してほしいです。マリークワントのブランドを好きな人は多くが女性で、女性性を大切にしている人が多いと思います。私もそうです。なのにブランドが急にジェンダーを強調する必要があるのでしょうか。企業がジェンダーを押すのがブームのように感じます。性別問わず好きな服を着ればいいと思います。ファッションブランドがモデルを起用する理由は、ブランドのスタンスを表現するか、ユーザーに理想を提示するためだと思うんだけど、今回のケースは女性向けブランドから脱却するってことだよね。もし女性向けを続けたいなら、体の作りが違う男性をモデルにするのは間違ってる。例えばポンデリングの CM にライオンのメスを使わないし、生理用品の CM が男性だったら説得力がないよね。物を作るときに使う人のことを考えるのは基本だと思う。何でもかんでも LGBT を言えば多様性ってのはおかしいよ。その方のしっかりした骨格に合う商品ならよかったかも。可愛らしいファッションは賛否ありそう。服の着用感を知りたいなら、骨格が違うモデルの画像だけだと参考にならないから困る。でもブランドのイメージ画像なら特に気にしない。アズールとマリクワはこういうイメージなんだなって思うだけ。個別説明ページに女性モデルの着用画像があればいいかな。男性と女性では骨格や筋肉、脂肪のつき方が違うから、下着や洋服のデザインも変わるのは当然。トルソーもそのためにあるんだよ。みんなの反応としては、ジェンダーレスモデルの起用に賛否両論があり、容姿批判も見られます。少数意見としては、ブランドのマーケティング戦略や既存顧客の意見を無視することへの批判が挙げられます。当チャンネルの意見として、ファッションは誰もが自由に楽しむべきものであり、トアさんの起用はその精神を体現しています。批判も意見の一部ですが、誹謗中傷は許されません。